課題に対して、子どもたちの側からアクティブに考えていったり、創造性を磨いたり、あるいは質問したり、さまざまな形で,ですね学校教育がこれから変わっていこうとしているわけでございまして、その中におきまして、この ICT を活用するということは、私は大変大事なことではないかと思うのでございます ICT を教育に活用することの意義につきましては、先ほど、の理事長様よりあの詳しくあのお話がございましたけれども。 ICT を効果的に活用して教育上の課題,に課題の改善に取り組む実践事例に触れられることを一つ目はやっぱり実践的なアイデアが豊かであり豊富であると。 いいうことだとだ思います一つ一つ言う時間はないのですけれどもこれをお読みいただくとなるほどなと思える実践値がたくさん載っているというふうに思いますしそういうことを研究成果報告書にまとめてくださったことがやはり第一の評価ポイントでありますこの写真は成果が上がったということを感じられる象徴的な写真だと考えています2年生のの社会科の追求場面です。 男女関係なく頭を寄せ合って近世の人々の暮らしの絵図について気がついたことを確認しています共同的な学びの実践を始めてすぐにはなかなか意見を出したりわからないことを聞いたりできない姿がたくさんありましたしかしタブレット端末を使用した学習ではいつの間にか学習にのめり込み多くの生徒が頭を寄せ合って考えていく授業が見られましたこのような授業を通じて誰とでも学び合おう とすする姿がたたくさん増ええててきたように考えていますベテラン教員が若手教員に授業技術のノウハウを伝える若手塾ベテラン教員を丸一日シャドーイングしながら授業技術や学級経営などについて学ぶ校内地留学を教務部の計画によって推進し日々の教育活動の中で意図的計画的組織的 かつ持続可能な研修による頭部症の OJT を確立し研究実践していくこととしましたでそういう校内 OJT も多様な OJT の方法授業権だけではなくて多様な OJT の方法を開発しまあ原則はベテランからは勝手に教えるというスタイルを取ってますけど実はこのことでベテランもあの非常に成長しているということが分かってますえそういう相談が行われやすいような空気を うういうふうに作るかということを管理職の先生方が中心になってマネジメントをしていますホワイトボードの活用において著しく児童の様子が変わったのはイーゼルを用いてホワイトボードを立てた時です立てることで写真のように話し合う児童の顔があり上がり全員が同じ方向から見られより活発な話し合いが生まれましたまたただ書くだけでなく発散収束 活用という使い方を用いたところより深い思考の練り上げが見られるようになりました本校の成果ですが、えー、全員でこう授業研究をやってきたことももちろんありますそして先ほどレベル表の開発の話がありましたもちろんレベル表を作ることが目的ではなくてボトムアップをしながら 作り上げてきたとということが重要です拡散をし検討しさらに2年目はいくつかに絞りましたそしてまた検討した結果が先ほどのモデル表なんですねこちらにある3つの視点からですね学校内地域他校そして成果エビデンス という視点からお話を、えー、と論議していきたいと思いますご意見を、えー、パナリ,リストの方々からいただきたいと思いますで、結局このパネルがうまくいくということは皆さん方が報告書を書くときに抑えるべき要点が非常にこうクリアになるということを目的としております事業の構想するデザインする力実践力それからメディアを活用する力 がセットになっってて業力が上が上いくわけですけどもその際にはベテランの力が非常に大事でその際に教師集団のベテラン力だけではなくて管理職の適切なアドバイススクールリーダーのアドバイスは必要だというふうなことですよねそうしながら教師の専門集団としてのこう腕が上がっていく専門性が高まっていくということは実はそれは 保護者地域に子どもの学ぶ姿としてしっかり伝わっていく ICT を目的達成つまり、えー、のための手段として捉える体制ができているっていうことと学習指導要領の目的達成のために、えー、行っているので他校が参照しやすいそんなもう未来型の学力を目指してるんじゃなくて今ここにある目の前の,の、えー、授業改善を目指しているっていうところそしてあと一斉指導を指定するんじゃなくて一斉指導体制を基本として学び合いという授業モデルを提案しているってこの辺りが他校に響くところなんですね。 じゃなないかなというふうに、えー、私自身は解釈していますえと一つは授業研究当然まそうですねで、えー、と今日大枠ではあまり出てきてませんけどもう一つが教員研修そして、えー、とこれらを支えるものがやっぱり導入と運用だと思うんですねつまり ICT なのでこれあのどんなことを言ったってなきゃ話にならないわけですよでやっぱり少しでも充実させようとするだけど、えー、充実させればいいかっていうとそうじゃなくてやっぱり上の2つが効いてないとうまくいかないと。 いううこの3つのつ関係だと思うんですでそういうのがうまくいくとここの日常化ととということがあるとで特にこの授業研究のところで今日一番大きなところだと思いますけどやっぱり活用場面の検討ってすごく大事でえっと教育委員会全体を含めてのその区とか町とか市のとのつながりを作っていくということが普及には大事だと思っておりますそれから上のモデル化なんですがもう私はもう今回はもう世良西では授業案 学習指導案がててだと思ってますどの場面でどういう子に ICT 本当に使うとどういうふうに使うといいのかってことを問いかけてるわけですね指導案が。でその結か果かはあとエビデンスで確認をするとその再生刺激法でやってったわけですけども皆さんの報告書を書かれたりとか、まあ、自分の実践がですね確かにあの進んだとか。 ということで、中川さんは先ほどの発言の中で実感というキーワードを出されたんですが、そこをもう少し詳しくいただけますか？あの、先ほどね。あの、えー、上板橋第4の発表の時にもそのまめに記録を取られているというくだりがあったと思うんです。うん、やっぱりそのやって、あのこうないろと校内あのその日の整理会検討会があってっていうのは大事なんですけども、今日何があったかっていうと、やっぱつぶさにこう、えー、文字にして。みる そういうことが一つは後々聞いてくるんじゃないかと思うんです前にこういうこと書いたけどこうなったとそれからあのエピソード記録という話がありましたよね、うん、あの、えー、シンキングツールに関わるエピソードの記録をいろいろと取っておってある子はこういうことがあったとかそういうことをいろいろとたくさんある中で変容を見ていくと いうようなことが、えー、改めて教師が一、えー、年間経って二年間経って見直したときにそれを振り返りあ確かに力ついてきたなっていう実感につながるんじゃないかなつながってきたんじゃないかなというふうに思いますはいありがとうございます汗先生方の汗をですねぜひ普及、えー、という形でですね、えー、さらに活用していきたいと思います今日はあのご登壇いた,いただきました先生方本当にありがとうございました じゃあ終わりたいいと思いますパナソニックのこの専門委員の先生方をモデルにして今文科省はいろんなアドバイスを考えておりますということを言われておりますでそういう点であの多くの30名あるいは40名の非常に優れたあの専門の先生方がおられるということはまあ我々の誇りというふうに考えております。特にこの分野は これまでででの学問分野ではなかったんです教育研究っていうのはあの実践と理論を結ぶってよく言われますよく言われるけどもほとんど実現されてなかったんですね。 このパナソニック財団といいますかあるいは教育工学といいますか情報教育といいますかそういう中で本当の研究に結びつけるというのは並大抵の能力ではないと思っております今日のいろんな発表を聞いて私はそのことを強く感じたところで専門医の先生方今日のコメンテーターアドバイザーの大学の先生方に熱く御礼を申し上げたとともにそれから皆さんの優れた実践これを大いに世界に向けてもっと発、えー 外に出していいのではないかというふうに感じましたえこれからはグループディスカイトお茶